皆さんこんにちは、今回言及させていただきたいのは何に関してかというとですね、ジョージア、まあこの間の、海外渡航4ヶ月の及ぶ海外渡航、これは旧ソ構成国もヨーロッパそして中東、合計で23カ国を訪問しましたけど、そのうちの1国がジョージアです。ジョージアということで、皆さんジョージアって聞いてなんかアメリカのジョージア州を思い出す方もいらっしゃるかもしれない、もしくはコーヒーで確かジョージアだったかな。で、その中でジョージアってえっていう方はね、初めて聞いた、聞く方で多いかと思います。まあもちろんこれ前からずっと見て、自分のチャンネルをね見てくれてる方々はジョージアってまあ現地からアップしたのもあるんで、まあご存知だと思うんだけど、ジョージア、まあグルジアと聞いてじゃあピンとくる方いるかもしれないんだけど、新しい名前が変更されました。まあこれは、2015年かな、もともとはグルジアという国です。グルジアだったら聞いたことあるかもしれませんけどね。ではこれは同じく、まあ、旧ソ構成国、この前の動画で発信させていただいた旧ソ構成国の一国です。もともとソビエト連邦の構成国だったわけですが、1991年に旧ソ解体とともに独立を図りました。まあ、その際にね、南オセチア、今問題となっている南オセチアとアブハジア、実際じゃあこのジョージアの、人々とちょっと違う系統、人々が違ったりするわけだから、民族が違うとやっぱりそういったところで分離独立って起こるのかなって感じはするんだけど、だからまあ旧ソ解体ともにじゃあそういったところで分かれたんだけど、さらにそこからまた南オセチアとアブハジアの2地域がね、事実上の独立状態になっているわけです。これは認めてるのはロシアのみで、いわゆるその国際的な承認はされてないんだけど、実際そのジョージア政府の権限がね及ばない、当時の及ばない事実上の独立状態の国です。まあここは今回ちょっと南オセチアとねアブハジアに関しては行くことできなかったんだけど、まあ次回ちょっと訪問した時にね、ジョージアからちょっとこれ訪れることできないんですよ。だからロシアからじゃないと無理なので、まあそれに関してはまたいずれかはね訪れようと思ってます。で、ジョージアということで10年ほど前にね、そういった問題もあって紛争状態になった国です、ロシアとね。その中でロシアに対しての感情はよくありません、対ロ感情よくありません。ただ、まあ、自分が行った時はかなりロシア人の観光客はかなりいましたけどね。だからまず最初に自分が行ったのはジョージアの国会の面するビーチリゾートバトゥーミです。その中で、まあ、宿入ったらその宿の、オーナーの息子さんが付き合ってる子がロシアの女の子、自分よくロシアの女の子話して仲良くなりましたし、でロシアのその観光客も来てて、その女の子今フェイスブックの友達になりましたけどね。でまあ結構なかなかいい子でしたよ、日本に対しての感情は全然悪くない。まあこれはやっぱりロシアに対しては反日教育ねっていうのは行われてないのが実情で、むしろそのいわゆるかつてはね日露戦争の日本がロシアに誓ってます。そして先の大戦では、いわゆるソ連の時代、旧ソ、ね、日ソ不可侵条約結んでるにもかかわらずね、ソ連は我々戦争終わった後に、満州に進出してきて、そして北方領土を奪い、サハリン南部、そして北海道を牛耳ろうとしたのが事実です。そういった経緯もあるとね、なかなか日本人としてはあんまり良い印象がない人が多かったりとか、危険とかね、反日じゃないのかっていうふうに思ってしまう方いらっしゃるかもしれないんだけど、まあそれは、そこの部分を言うとね、反日ではないですね。それはなぜかっていうと、例えば近くの日本の隣国のように反日教育が盛んに行われてるわけじゃないので、だから日本に対してそんな悪い感情を持ってる人は基本的にはいないわけです。で、日本の文化とか向こうに紹介されて入っている日本の文化に興味があるロシア人結構いたりするのが事実です。これはね、国と国との関係を見れば、もちろんそのロシアに牛耳られている北方領土、これに関しては我々日本人としてはね、失地回復ということで返していただかなければならないんだけど、そういったところはね、というか反日感じじゃないかって言ったら反日じゃないのが事実です。だからまあ戦後の体制としてはアメリカのね、占領体制においてね、アメリカのいわゆるその下に置かれるような感じだったので、どうしてもちょっとアメリカ的な考えも入ってきてるんだけど、まあちょっと中立的な立場で考えると、自分としてはね、もうちょっとその、米ロの関係を、もうちょっとアメリカ 9に対してロシアが1の状態をね、8、2とか7、3、6、4ぐらいにしていくと、やはりその北方領土の問題だってそうだし、アメリカが日本に基地を置いてね、地外封建みたくやってるような感じで、例えばその羽田空港の管制塔のね、管制のそのいわゆる、いろんな権利も持ってるわけですよ、米国がね。そういったところを見るとやっぱり日本は真の独立国じゃないんだなって感じがするので、それにはやっぱりロシアとちょっと比重をこう変えていくと、それぞれがね
にアメリカにとっても日本ロシアにとっても日本は必要なので、奪い合うためにじゃあ北方領土を返します、アメリカ軍のね、そのいわゆるそういう権限を減らしてってっていう風に、ね、なっていくと思うんです。だからそこがやっぱりあの日本の外交っていうのはねやっていくべきなのかなって感じはするんだけど、まあ、ちょっと話は脱線してしまったんだけど、まあ、ジョージアという国はなのでまあいろんな背景があって、いわゆるロシアに対しての感情は悪よくありません、まあバットミン行った時もロシア人いましたけどね、であとトビリシ行った時もかなり多くてね、でその割にはなんか観光客多いなって実感したんだけど、で、人口自体は、まあ、いわゆるコーカサスの国々、まあ、やっぱり人口少ないです。その中でも一番少ないのかな。人口は372万人です。で、国土面積が 69,700 平方キロメートルということで、これまた小さな国です。それでも、まあ、バトゥミからとトビリシまで結構時間かかりましたけど、で、何があるかって、ラリね。通貨ラリーです。で、一人一人 GDP もね、やっぱり全然低いです。数千ドルです。その中でやっぱり、でもまあ実際行ってみるとそんなに貧しいって感じはしないんだけど、やっぱり物価が安いのでね、一人一人 GDP 低いっていうのは大体行ってみると分かるかなって感じがします。で、首都はトビリシ、ね、トビリシ。で、ジョージアって国は今、都市の市民が活躍していて、都市の市民の国として有名なので、最近だからジョージアを知る人は結構増えてるかなって感じはするんだけど、首都がトビリシ。ただ例えば自分が言ったバトゥーミに関してはアジャリア自治共和国、これもまたねややこしい問題があるんですよ。アジャリア自治共和国もじゃあジョージアから分離独立を図ろうとしたんだけど、一時はもうね分離独立できてる状態だったんだ、結局はそのジョージアの中央政府が引き止めてね、まあ、今あのジョージア国内の自治共和国として収まってますけど、そういった国内の中にもやっぱりそういったものがあるのが実情です。で、バトゥーミに関してはね、国会のビーチリゾートとして観光客もかなり多いです。で、自分が思ったのは、バットミ行った時、ウクライナのオデッサから、まあ、フェリーを使って行ってね、一番最初に着いたら、カジノがすごい多いなっていうね、ぶっちゃけ思いましたね。その時、結構カジノで十何万損してね、やばいなっていう。だからカジノだらけなんですよ。街中がね。で、そのカジノが至るところにあって、自分が行ったのは2つ行ったんだけど、ホテルのカジノね。で、まあ、英語はまあ、それなりにできるんですよ。そういうところ、観光地なんでね。で、米ドル、最初そのラリーを使おうとしたらあのテーブルゲームでね、スロットマシンはあの現地のお金なんですけど、テーブルゲームやるときにラリー出したらなんかあれ全然少ないじゃんと思って、でよくよく聞いていくと米ドルでかけるって感じだったんですよ。なんと米ドルなんだと思って、であの ATM 見たら米ドルで下ろせるんですよ、カード入れてね、キャッシュカードとかで、で米ドルで下ろして米ドルでプレイしましたけど、なかなか綺麗なね、女の子が結構いてね、ディーラーでね、ちょっと話しましたけどね、で、食事が全部無料、で、タバコなんかもくれるんですよ、で、飲み物も無料、だ全部無料、今だけそういうカジノっていうのも今まで世界 各地のね、カジノ行ったんだけど、あんまないですと。で、実際そういったアメリカ資本なんかも入ってて、だからカジノに関してはね、だそういったところでアメリカも見え隠れするのかなって感じはしました。で、バトゥーミということで治安も全然良かったし、雰囲気も良かったし、まあ冬行くとまたそれはビーチリゾートとしてって感じじゃなくなってくるのはあれかもしれない。一定時期以降だと海でね、ちょっとなったりしたりする出来地なんかあるので、いいかなって感じがします。10年ぐらい前に行った方だと、バトゥーミ、かなり、変わったって言ってました、10年前と比べてね。やっぱりこういったところは外国からの投資も入ってるので、結構近代的なビルができてきたわけです。で、カジノもいっぱいできて、で、外貨を獲得するためにね、貧しい国なのでね、外貨を獲得するために、いろいろな施策がね、行われているのかなって感じがします。まあ、今、いわゆる販路をむき出しにしている国ですけど、それでもロシア人の観光客が多いというのもね、なかなかちょっと矛盾したものもあったんだけど、いわゆる観光客を入れてね、外貨を獲得するっていうのもね、かなり、行われてます。そして日本に関しては、じゃあジョージアとどのような関係があるかって、日本に関しては、ジョージアに対しても同じように ODA の援助を行ってます。それなので結構日本人に対してのね、印象はかなり良かったりするわけです。で、トビリシということで、おすすめの場所はね、バトゥーミが良かったんだけど、トビリシもすごくいいですよね。で、トビリシからカズベキというところ、山あいの町。ここがね、めちゃめちゃ綺麗です。これまだアップしてないんだけど、後日またアップさせていただきたいんだけど、カズベキってところ、山がすごく綺麗に見えて、まあ、ロシアとの国境地帯なんですけどね、そこはやっぱりおすすめできるところです。物価もすごく安いですよ。で、治安に関してはじゃあどうかっていうと、
治安に関しては全然悪くないですね、うん、むしろ良好な方かなって感じはします、まあ、ジョージア、アゼルバイジャン、アルメニアっていくとなんか危険な印象があるかなって感じはするんだけど、まあ、海外慣れして海外初めての人はちょっとねあんまお勧めしないけど、海外慣れしてる人だったら特に問題ない治安レベルかな、十分注意する感じかなって感じはします。だからまあジョージアということで、まあ、今回、言及させていただきましたけどね、まあ、ソ連崩壊後のまあいろいろな問題に起こりました。ロシアとグルジア戦争ということでね、南オセチア州とグルジアとロシアの間において紛争が勃発ということでね、まあこういったところで例えば軍部によるクーデター未遂事件が、発生し、グルジア軍の高級将校ら数人が拘束されたとかいろいろあります。政治的にも完璧に安定してるかって言ったら安定してるわけじゃないので、そういったところはねいろいろとあれかなって感じがします。うん、まあだから中層構成国を回ってると基本的には反ロの国が多いんですけどね、うん、ベラルーシはそうでもないんだけどね、うん、だからそういったところもいろんなところを垣間見ることができたんだけど、まあでもロシア人の観光客すごく多かったかなって感じがします。こういった感じでね、解説させていただきました。なのでまあこういった形でまあ国に関して、まあ、現地よりもちろん現地で撮影したものもアップさせていただきまして、実際自分がどういった感想を述べるということもしていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。